こんにちは。テンバアカデミー、堀秀夫です。今日は、最近カート取得要件が変更になった理由ですね。なぜ、専門店で、手間のかからないセラーを露骨に優遇する形になったのか、それについてお話します。まず、これは、Amazon の出品者も結構増えてきて、特に最近ね、香港あたりから出品する人が増えて、eBay なんかを見てもね、香港、中国の出品者非常に多いですから、売り主そのものはもう結構な数が入ってきていると思います。一方、Amazon のテクニカルサポート要員はおそらく大した人数を増やしてない、あるいは今までと同じ人員でやっている可能性が高いです。そうするとですね、できるだけ手間をかけずに Amazon のカタログ、あるいは Amazon の品揃えを良くしたいと。そう考えるとですね、いろんなものを扱って、何を扱っているのか分かんない出品者は、あまり役に立たない。むしろ手間がかかると。一方、専門店化してですね、その商品をよく分かってて、問題ない取引をいっぱいしてくれる人を増やした方が、はるかに Amazon の方では手間がかかんないというのがあります。最近ね、この質問答えられますかっていうメールが飛んでくるんですけど、要は、中途半端なカタログを作る人が多いんで、Amazon の方もそのフォローが大変だと。新コードをね、統合したり、質問に答えたり、ちょっとやりきれないと。業務がパンクしてるというような、様子が見受けられます。そうなるともう、手間のかかる、セラーはもういらないよと。役に立つセラーだけを残したいというふうになってきてですね。まず新規のうちは、何を扱うのか、ね、はっきりしてないと、カートがいつまでも取れないというような形になってきてます。だから早めにもうジャンルを決めて、カートを取れるように、取引件数を増やすと。で、質問なんかにも答えられるように知識のあるものを扱うと。ね、知識がなければ、逆に知識がなくても売れるものを扱う。私がわかるものを扱って私に質問するという方法もありますね。そして、一度売った商品は補充すると。で、補充して売り続ける、出品者が、2、3人いればですね、もうそれでそのカタログが OK と。よくわかんない出品者を増やしてトラブルの種を、増やすこともなかろうというような方向になってきてます。だから、カート取得は椅子取りゲームっていうのがね、より激しくなったと。強い、椅子取りゲームの勝者が、ずっともう椅子を取り続けるというような形になってます。そんなわけで、今まで私が言ってるね、興味のあるものを扱う。で、補充するものを見つけたら、補充を欠かさずするというのを守っていただければ、問題ないです。ただ、なんかね、他のジャンルにも広げたいとか、いう形でやると、やぶへびになることがあります。これはね、Amazon の倉庫も限りがありますんで、回転率っていう数字も、結構重要視してきてます。回転率っていうのはね、1ヶ月に、何回転、例えば100商品入れて、100商品売れたら回転率が100%です。100商品入れたのに、50個しか売れなかったら50%。100商品入れてリピートも含めて200個売れたら200%と。で、50%と200%の人だと、明らかに200%の人をカートが取得できます。というか、50%の人は100%の人とか200%の人とバッティングしたらまずカートは取れなくなると、取りにくくなるというような風に変わってます。これは Amazon の FBA の倉庫の、キャパの問題。そしてサポートの問題で充実したカタログを作れる人、専門店化してる人を優遇すると。これはテクニカルサポートの問題。それから、これはね、明言してないし、納得しにくいとこかもしれませんけど、細かいことでたくさん質問する人は手間かかるんでですね、よほど、何か他のスコアがいいとか、全く何の問題もないと言わない限りは、些細なことでアカウントを削除されがち、サスペンドされがちです。だからね、多少の、間違いはしょうがないと、ね、おおらかに構えて、専門店化すると、興味のあるものを扱う、そして補充をまめにすると、これを守ればですね、カートは非常に取りやすいです。ただこれを外れた形にすると、極端にカートが取りにくいと
という傾向が最近見受けられます。そんだけで興味のあるものを扱う、補充を欠かさずするというのをですね、念頭において、今後も Amazon 輸出の方に取り組んでください。今までより、より一層専門店か、興味のあるものを扱うというのが重要になっています。また、ご質問等ありましたらですね、お気軽にお寄せください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。